こんばんは、めでとよ。久しぶりね。今日病院に行ってきたわ。また抗原検査したわよ。陰性だったわ。朝10時に病院に着いたのよ。2時間発熱外来の待合室で一人待たされたわ。みんな陽性になってすぐ出ていけるのに、メジットはいつまでたっても検査してもらえなくって、12時過ぎくらいにやっと 先生が来てくれて、抗原検査またして、陰性だったわ。それでやっと病院の中入れてもらえたのよ。で、まあ病院の中入ってもずっとゲホゲホ ごめんなさい、この声でこのゲホゲホやってるから内科以外の、受診はお断りされたわ。ねえ、まあ結論としては 結論としてはコロナでもなければ夏風邪でもないって言われたわ。じゃあ一体何なのかしらって思うんだけど、咳が止まらないことには他の科に受診できないからわからないって。 普通に咳止まる前にメジットの息止まるんじゃないかしらってちょっと考えたわよ。ちなみに、まあ今何て言うのかしら、あれね、風邪薬じゃないわね、なんか咳止めのお薬とか、メンタルのお薬、うつ病のお薬ね、レクサプロとか睡眠薬、フルニトラゼパムとか、そういうの全部飲んじゃってるから、ちょっと、もうあれね、オーバードーズしたわけじゃないよ、ないわよ、オーバードーズしてないわよ。夜寝る前のお薬を全部飲んでるからちょっとおかしいのよ。まあ、これがいつもね、夜。そうだから、まだしばらく 配信は、おや 配信はお休みするわ。なんか咳しすぎて、なんか出てはいけないものが出てしまって、赤斑になると怖いわね。あとこの声だから長時間喋れないのよ。で、今日久しぶりにふわっちっていうところで30分だけ配信したわ。30分のうち多分3分の1くらいずっと咳してたわ。放送事故よ、もそんなわけで、もうしばらく休むわ。咳止まるまで内科以外受け入れ無理って言われて、総合病院行ったのよ。この間行った個人病院内科しかないし、レントゲン設備多分ないだろうなと思って、ワンチャン肺炎の可能性考えたから、レントゲン設備のある総合病院行ったのよ。レントゲンも撮ったわ。肺きれいだったわ。久しぶりに自分の肺見たわ。きれいだったわ。側弯症ねって言われたわ。子供の頃から言われてるから知ってるわ。きれいに、曲がってたわ。そのうち、写メってアップできたらいいわね。これメジットの背骨って。ちょうどね、心臓のところのね、なんていうの、曲がってるのよ。
だからといってどうってことないんだけどさ、なかなか、見てて面白いわね、レントゲン。そんな ごめんなさい。そんなわけでもうちょっと休むわね。コロナでもない、夏風邪でもない。じゃあ一体何なの？咳が止まらないと他の科に受診できないの。ちなみに、とりあえず咳 咳が出てるのは喉からだから、咽喉科、耳鼻咽喉科の咽喉科ね、そちら受診してくださいって言われたんだけど、咳止まらないから受診できないの。今日いただいたお薬は飲んでるわ。これが効いてきて、木曜日か金曜日あたりに、もう一回病院行くわね。また多分発熱外来で抗原検査よ。また脳みそ出るわよ。抗原検査ね。メジット以外みんな陽性で、あれしてる発熱外来の待合室で陰性でずっとひっくり返ってるのもどうかしらって思うわね。そう、発熱外来の、待合室ってあれね、なんていうのかしら、椅子なのよね。で、みんな、熱があって、で、話してて、一人だけ咳して、ごほごほ言ってるの、メジットだけだったわ。で、咳をしつかれても、頭も痛くて、もう気持ち悪くなるっていうか、もうしんどくって、ベッドスペースあったから、そこでひっくり返ってたわ。そんなわけでもうしばらく休むわね。いつ再開できるのかしら。わからないわ。みんなもなんか気をつけなさい。コロナに気をつけるべきなのか、夏風邪に気をつけるべきなのか、なんかわかんない病気に気をつけるのか。とりあえず調子悪くなったら、症状出る前に病院行きなさい。症状出てから行ったら内科以外の受診断られるわ。そんなわけで、メジとは生きてるわよ。もうしばらく休むので、あとなんか、ふわっちでたまに配信すると思うわ。多分なんか7日からイベント始まるから、そっちでイベントに参戦する予定よ。ただこの声だから、多分もう入賞とか無理ね。参加することに意義があるって感じ。よかったらふわっち遊びに来てね。あんま配信できてないわ。配信しても多分3分の1は咳込んでるだけよ。みんなも、気をつけてね。以上、メジェットでした。ごきげんよう。おやすみなさい。